はいですね、最も売れやすいものっていうことですね。やっぱり質問もらえますね。売りやすいもの、具体的なやり方とか手順を知りたいという質問も来てますね。まあ、稼げるものは何でしょうかと。まあ、情報発信ですね。あなたの経験、ノウハウ、知識、まあ、お仕事とか趣味とかですね、どんなものでもいいんですけれども、まあ、一定のニーズ、まあ、市場を求める人がいるかどうかのリサーチはもちろん最初に必要で、そのプロセスも僕もコンサルで教えてるんですけれども、それが分かって、あなたの強みがはっきりした段階でですね、売りやすいのはあなたの ノウハウですね。で、ターゲットとしては5年前のあなたですね、まだいろいろ問題とか、解決してない、夢とか実現してないあなたですね。なので、例えば僕だったら40代の前半のですね、独身サラリーマンだったりするんですよね。まあ、5年前はもう独立してたんですけども、例えば僕の場合で言うと、そういう人をターゲットにしてます。で、まあ、海外に出たいっていう人ですよね。で、LINE で販売する場合